上下よー。あ、二人は揃ってディズティーに来てますね。戦っていいんでしょうか。ペアじゃなくて戦っていい、戦いでいいんですか。ペアペアでダブルスになるよ。しかも似たような。下お願いします。惜しい。丁寧につなぎ合って。お、あ、違う、ショートクロスに森さん打ちたかったですね。そうですね。でも森さん足動けてる、動けてる。ゆき太郎はモーリーさんに合わせないでちゃんとしたテニスをしないと。ワンゼロ。ナイスター。じゃあ私は森さん目線で、太郎さんはじゃあ塾太郎目線で。今ラッキーなだけなのにすごいグーこのグーなかなか大事大事。それは全てを味方につける。ワンオール。いいサーブだ。わあ、ナイスサーブー。いいリターンだ。でもナイスリターン。悪くない、悪くない。森さん悪くない。塾太郎がいいだけだ。惜しい。モーリーさんのセカンドも入れるだけのセカンドからちょっと卒業してきましたね。ああ、そうですね。はい。で、あとはちゃんと打った後も構え直しが早いですね。ちゃんと構えてるし、前は見てましたもんね、入ったかどうか。ああ、そうですね。おお、ナイスショー。出た得意技。バックハンドのストレート。でもこれ動画で塾太郎の得意技バックハンドのストレートとか言ったら、ジョップ大会出た時にそれ見てた人はよし、ストレートだけケアしようとか言って塾太郎は進化せざるを得ない。やっぱりまともにやり合うとまだやっぱちょっとかなわない感じがある。いや、はい、そんなことないですよ。まともにいきましょう。でもいい感じで動けてますよ。はいはいはい、はい、いけます、いけます。いける、いける。ジャスト。お、森さん頑張ってる。惜しい。あー、惜しい。セカンドサーブにもうちょっと回転が欲しいですよね。そうですね。合わせに行っちゃってますもんね。あ、そうですね。振り切ってそうっす、ね、ないですね。今のはね。挽回挽回。
あ、やっぱり動かされた時にこう軸がなくなっちゃうんですね。ああ、そうですね。さあ、ここからです。お、からここから、はい、おお、おっと、ナイスプレッシャー俺。これで流れが変わった。リターンもなんか余裕持って構えてますからね。おお、そうですね、うん、おお、X5?5-6 ですね。僕は毛利さん側ですから今のところ。5-6。イーブンになった。今イーブンとこですよね。イーブンとこですね。そこで、ね、満足しちゃダメなんです。マッチポイントはマッチポイントですからね。これを取らないことには話にならない。5-6。惜しい。なんか無理して打とうとしちゃってるな。ナイス。いいボール、いいボール。お、ラッキー。チェンジです。6オール6オールチェンジエンド。で、来たら選びすぎですね、ショットね。あ、選べるから、ね、なんかすんごい動きが遅かった。スマッといきゃい問題ないのに考えて手にするからああなっちゃう。ある程度やっぱこういうの打つって決めといた方がいいかもしれないですよね。しかも持ち味そっちじゃないですか。そうですね。もうなぜ、なんだ、寒いから。いやでもプレイしてるわけだから。ただもっともっと動くならキビキビ動いて大回りしてもよかったんじゃないの。こうちょうどにちょうどに打ってる割には勢いよく打たないし、だったらこう大きく回り込んでトーンとか後ろにもっとステップバックして前に入ってステップバックして前。森さんは代わりにいい動きしてましたね。森さんはね、構えもなんか堂々と準備もしてたし、ちょっと、はあ、さっきまでサーブが比較的ちょっといい感じがあったん でそれが今なんかすごく全然入んなかったりダブルフープ多くなっちゃってちょっとすごいそれが引っかかっちゃってというか、で余計ちょっといや本当いいサーブ打てるのに打てるのにとかって思っちゃって余計入んなくなっちゃって、いやなんかもったいないなっていうふうに思ってしまって、はいはいはい、だいぶ打った後の準備も毛利さん早くなったし、本当ですか、ちゃんとフットワークも、うん、なんか前は届かなかったこう体力とかじゃなくてフットワークが悪くて届かなかったやつが今届くようになった。うん、あ、だいぶいい感じ。なぜかというと、おお、ストレッチしてるから。まあまあまあそれもあるんですけども、あるんですけど、はい、ちょうどです ね今ですね、ジュキ太郎の、はい、私の、なんだっけ、フットワークの打点に入るためのだっけ、あれフットワーク練習方法の DVD が、
ランニング DVD が今絶賛、制作中で絶賛作成中で、おそらく2月中ぐらいには発売になる予定です、ね、はい、あの大人気シリーズの第2弾ですねそうですで、今度3月にもですね、合宿を、はい、東金の方でやる予定なんですけども、なんとその内容が塾太郎合宿ということで、フットワークの練習をメインに、はいはい、やりたいと思いますので、やりますので先ほど決まりました、はい、本人はよく分かってなかったんですけどDVD の内容、フットワークメインをちょっと、はい、やりたいと思います、やりたいと思いますので、ぜひぜひご参加ぜひぜひお待ちしております。結果発表、おめでとうございます。ありがとうございます。2位は滝原さん、イエーイ。2位3位私ミリいやいやいや、堂々の4位ですよ。4位モーリーさん、ベスト4じゃないベスト4前向きだベスト4ベスト4に入りましたね、いいセミファイナルまで来ました、セミファイナル新年から調子がいい調子いいいい出だしですねいいスタートダッシュ切りました次はゆかちゃんと対戦だな。おお、そういえば勝てねえだろうなあっちも県大チャンピオンですよね。ああ、そう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 、今日はゆかちゃんは残念ながら来ていません。すいません。あと花木コーチ、花木コーチ、あ、花木コーチね、忘れる。みんな覚えてるかな。なるほど。戦わないの。先ほどね、ちょこっと来たんですけどもね。ちょっといろいろと、忙しくて。裏で。いやいやいや、裏というか別に堂々とね。そのうちちょっと今年はいろいろと皆さん登場する予定ですので、はい、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。